左から時計回りに、フォードモデル T は、大衆者として世界に広く普及した。約1500人が犠牲となったタイタニックの沈没。大事、下にある出来事は、第一次世界大戦の一部1917年の西部戦線におけるフランス軍。1917年の東部戦線で、ドイツ軍の攻撃に備えて、残豪で待機するロシア軍の兵士。初めて戦車が、 実戦投入された、ソンムの戦い。写真は、残豪内で集まる兵士。10月革命で、ペトログラードの群衆を前に演説する、ウラジー・ミルレーニン。1918年に、世界規模で、数千万人の生命を奪った、スペイン風・風ゼ。1910年代は、西暦1910年から1919 19年までの10年間を、指す10年期。 1910年代初頭、優に全世界の4、5の地域がヨーロッパ列強諸国の占領下に置かれていた。このような国際情勢下で列強諸国は自国の覇権争いに躍起となっており、見た目の平和と裏腹に一触即発の国際情勢となっていた。そのような中で、1914年6月、当時オーストリア占領下に置かれていたサラエボで、 オーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者であるフランツ・フェルディナント大公夫妻が暗殺されるテロ事件が起きこれが契機となり1914年7月第一次世界大戦が勃発したヨーロッパでの大規模戦争は不仏戦争以来実に40年ぶりであり多くの若者が戦争を知らない世代であったそのため開戦当初はクリスマスまでには帰れると 多くの者のが楽観的に戦争の早期終結を思い描いていた。しかしながら、実際に戦局が展開されるようになると、従来の牙を用いた突撃戦ではなく、両陣営が残豪を用いた消耗戦へと変貌を遂げ、戦局は長期化することになる。このような長期総力戦の中で両陣営が疲弊していく中、1917年4月、 アメリカ合衆国が参戦を表明し、アメリカ史上初めて外国への軍事介入を行うこととなった。アメリカ軍の圧倒的な物量戦により、それまで、喫光状態にあった西部戦線のパワーバランスは和解し、1918年11月、休戦協定により軍事行動は停止され、1919年6月、ベルサイユ条約締結により正式に、 第一次世界大戦の終結となった。これ以降、ベルサイユ体制と呼ばれる新たな国際秩序が構築され、アメリカの大繁栄、国際社会における日本の躍進、極大な賠償義務を課せられたドイツの混乱とそれに連なるナチズムの台頭、そして第二次世界大戦の勃発へと繋がっていくことになり、20世紀はより混迷の動を増していくことになる。 政治哲学と思想文学芸術ファッション舞踏と演劇映画音楽科学探検その他メキシコメキシコ以外の諸国注釈出展。ありがとうございます。